お代の方、徳川家康の母、波乱に満ちた戦国女性の生涯。皆さん、こんにちは。今回の歴史の細道は、徳川家康の生母、お代の方についてご紹介したいと思います。息子の家康がまだ幼いうちに生き別れ、再会した後に兄を殺されたという話は割と有名なのですが、他にもたくさんの悲しい別れを経験した女性でした。下の豪族水野氏、お代の方が生まれたのは享禄元年1528年、尾張の国知多半島の付け根に位置する小川城主水野忠政と妻音美との間の娘です。水野氏は同じ知多の佐治氏や厚見の戸田氏と争い、三河の国刈谷にも勢力を拡大。しかしながら西を織田氏、東を松平氏に挟まれ、さらにその向こうの今川氏も虎視眈々と尾張三河を狙っていました。水野氏と松平氏はかねてより姻戚関係を結んでいて、忠政の前妻も松平氏所流の娘でした。しかし内向によって妻の父が敗れたため離縁、恵室に吉良氏家臣大河内氏の養女で美人と名高かった音美を迎えていました。母の代から波乱万丈、お代がまだ物心もつかない頃のこと、松平の本家安城の松平清康がいきなり父忠政に音美殿を我が妻にしたいと大胆な申し出をしてきました。今の感覚では理解しがたいのですが、忠政はこれにまさかの OK を出します。音美は離縁されて清康に嫁ぎ、幼いお代は小川城に残されました。この経緯については諸説あり、水野と松平との間で争いが起き、その講和条件だったとも、そもそも音美は清康に嫁いでいないとも言われます。吉良氏と松平氏との間で争いがあり、忠政が吉良氏側に寄り帰したため、清康が音美を人質に要求したということかもしれません。二人は一男一女を設けましたが、記録の通りなら実は19歳の年の差カップル。清康は永正8年1511年の生まれ、音美は明王元年1492年の生まれと言われています。これでは音美の初産が33歳頃という計算になりますが、当時の女性は10代半ばでの初産が普通。忠政も清康もわざわざ恵室に高齢出産となる女性を妻に迎えるとは思えませんから、音美の少年はもっと清康と近かったのではないでしょうか。森山崩れ、翻弄される母と娘。音美と離縁した忠政は知多半島での勢力拡大のため子供たちを政略結婚させます。嫡男信元の正室に清康の弟で新織田派の松平信貞の娘を迎え、お代の異母子をこれも新織田派の松平所流の家に嫁がせました。一方音美をめとった松平清康は三河をほぼ統一して尾張にも侵攻。しかし天文4年1535年師走、尾張森山攻めの陣中で家臣にあっけなく殺害されてしまいます。松平信貞はこの混乱に乗じて岡崎城を乗っ取り、当時10歳だった甥の広忠を伊勢に追い落としました。音美は岡崎を逃れ、その後は周辺豪族の星野氏、菅沼氏、
川口氏へと再婚を繰り返しましたが、いずれも死別。最終的には駿河の今川義元の下で庇護を受け、出家して元王にと号しました。天文6年1537年、松平広忠が今川義元の助力によって岡崎に帰還。翌年、問題児の大叔父信貞が死去すると、三河を狙う織田信秀との攻防が始まりました。すでに嫡男と上の娘を新織田派としていた水野忠政は、このまま織田派で行くか、しかし岡崎殿には今川もついておるしと悩んだ末、天文9年1540年、13歳になった織田を広忠の正室として嫁がせました。ここでちょっと人間関係を整理しておくと、1、水野家は3人の子を松平氏と結婚させるが、織田の兄と姉は織田派、織田は今川派。2、松平広忠の父清康の5歳は織田の母お富。3、広忠と織田は血縁関係は全くないながら義理の兄弟にして夫婦。ややこしいですね。天文11年師走1543年1月、織田は岡崎城内で男子を出産。幼名松平竹千代、後の天下人徳川家康の誕生でした。幼子竹千代との別れ。天文12年1543年7月、織田と松平の間でバランスをとっていた織田の父水野忠政が死去。後を継いだ兄信元は新織田派でしたから、広忠をバックアップする今川とは敵対関係になってしまいます。広忠としては今川の手前、このまま敵方の姫を正室に置いておくのは非常に危険。天文13年1544年、水野信元が今川と完全に手切れとなると、織田の離縁が決まり、松平の跡取りである竹千代を残して岡崎を出ることになりました。この時竹千代は数え3歳、実年齢で言えばまだ1歳8ヶ月の赤ん坊でした。言葉も覚え始めたか、よちよち歩き始めたばかりの我が子と引き離された17歳の若き母織田。乱世の習いとはいえ、その悲しみは計り知れません。兄の刈谷城へと護送された織田ですが、その道中あとわずかというところで一行の前に水野の兵が現れました。一触即発のピリピリした空気の中、護衛する松平の従者たちは、刈谷の城までお送りいたすが我らの使命と押し通ろうとしますが、織田はこれよりは水野の土地、万が一にもそなたらに害が及べば両家に遺恨が残ろう、我が身はあれなる兄の使いの者どもに任せて皆即去りなされと命じ、その場を収めたといいます。織田はきっと思慮深く松平の家臣たちから慕われる良きお方様だったのでしょう。久松利勝と再婚。水野に戻った織田は刈谷城の東椎の木屋敷と呼ばれる館に入りました。その後間もなく織田方に攻められた松平の安城城が落城。天文16年1547年には岡崎城も落城。さらに竹千代が織田への人質として尾張に連行されたと知らせが入り、織田の不安は募るばかり。そんな彼女の気持ちをよそに、水野家では織田と坂部城阿久井町の久松利勝との再婚話が持ち上がります。松平今川連合への対抗はもちろん、下半島のライバル
佐治氏や戸田氏を抑えるための兄信元による政略結婚でした。於大が久松利勝に嫁いだ2年後の天文18年1549年3月、元の夫松平広忠が突然の死を遂げ、三河尾張千田の争奪戦はますます激化。秋には今川の宰相大元摂斎が織田の手に落ちていた安城城を攻略して城代織田信広を生け捕りました。尾張に幽閉されていた竹千代は織田信広と人質交換されたものの、今度は松平から今川への人質となって駿府に連れて行かれます。なすすべもない於大でしたが、唯一の救いは母元王に乙女が今川の庇護を受けて駿府に暮らしていたこと。元王には今川義元に願い出て娘に代わって孫を養育しました。於大も久松利勝との間に三男四女を設けつつ、駿河の竹千代に手紙や着物、菓子などを送って慰め励まし続けます。しかし竹千代は元服して松平元康と改名した後、今川の先鋒として三河西部や尾張南部でたびたび応じ、水野信元と戦うこととなり、於大の辛く不安な日々は16年も続いたのでした。元康岡崎に帰還、母子の再会。永禄3年1560年、19歳となった松平元康に大きな転機が訪れました。尾張に進軍していた今川義元が織田信長に討たれた桶狭間の戦いです。今川方として大高城に入っていた元康は駿府へは戻らず、混乱で空き城となっていた岡崎城に帰還。後に応じ、水野信元の仲介により織田信長と同盟します。元康は於大の産んだ久松利勝の子供たちに松平の姓を与え、母と共に岡崎へ呼び寄せました。久松利勝も元康に従い、永禄5年1562年には今川重臣宇都の長照の上之郷城を攻略、城代に任ぜられました。この時生け捕りにされた宇都の長照の息子たちと駿府に残されていた元康の妻子築山殿と信康、亀姫とが人質交換されています。その翌年、形式上まだ今川家臣だった元康は、当時12歳だった伊布帝久松康利利勝の次男を駿府に人質に出しましたが、元康と利勝との関係は良好だったようです。一説に元康から家康に改名した家の字は利勝が当時名乗っていた長家に由来するとも言われています。元亀元年1570年、家康は武田によって甲斐に連行されていた康利を奪還。しかし脱出は極寒の中で敢行されたため、康利は凍傷にかかってしまい、両足のすべての指を失ってしまいました。家康はそんな弟を憐れみ、大変可愛がったといいます。怒涛のような日々でしたが、ようやく於大の実家と婚家、前の嫁ぎ先が同じ陣営となり、家族が揃った喜びのひとときでした。繰り返される悲劇、身内が次々と。しかし天正3年1576年に事態は急変、於大の周囲に再び嵐が吹き荒れます。信長が家康に突如水野信元の殺害を命じたのです。理由は織田家臣佐久間信盛が武田との内通の疑いありと信長に讒言したからとも、尾張三河での信元の影響力が織田
松平双方にとって邪魔になったからとも言われ、真相は闇の中。叔父の暗殺を決行するにあたって家康は圭一、久松利勝に事情を知らせないまま、水野殿を大樹寺、岡崎氏、松平の菩提寺へお迎え下されと使者役を依頼しました。義兄信元を大樹寺に案内した利勝は暗殺の知らせを受けて激怒しましたが、時すでに遅し、信元の養子も殺害され、水野家は一時断絶となってしまいます。以後4年の間に利勝の所長氏、久松信俊も謀反の疑いをかけられて自害、阿久井の地を佐久間信盛に奪われ、さらには家康が自身の嫡男信康と正室築山殿をやはり謀反の疑いによって殺害します。天正8年1580年に信長は水野家再興を許しましたが、立て続けに起きた悲劇の元締めである彼もまた2年後には本能寺に倒れたのでした。最後の日々は穏やかに、以後於大は家康の庇護のもと岡崎城で暮らしていましたが、夫久松利勝の死により天正16年1588年に61歳で剃髪、伝通院と号しました。晩年は穏やかな日々を過ごしながらも、帝に拝謁したり高台院尾根の方と共に報告神社を参拝したりと、外交にも尽力した於大。徳川のゴッドマザーとして活躍し、家康も頭が上がらなかったといいます。慶長7年1602年夏、於大は京の伏見城を訪ねた際に発病、そのまま一月後に天下を目前に見据えた我が子家康に看取られ、75歳で静かにこの世を去りました。まとめ、幼少の頃から過酷な運命に翻弄され、身内同士が相争う悲しみを繰り返し味わいながらも、水野、久松、松平の家をつないだ於大の方、苦労人の家康が粘り強く耐え続け、やがて天下人となれたのも、遠く離れていても支え続けてくれた母の深い愛情あってこそだったのでしょう。於大の方は家康の作った江戸の城下、小石川の無量山伝通院で徳川家の女性たちと共に静かに眠っています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。